シダル TV 石井亮介です。本日もゴルフパートナー時計練習場に来ております。じゃーん、はい、次はこれ2021年最大の話題作の一つ、はい、ギャロウェイの新エピックです。これ一体これはね、よく見せてください。なんか昨年末ぐらいからこうなんかネットでちょこちょこ画像を見ては、あとティザーも出てたよね。柱を越えていくにはフレームしかないっていう、はい、なんか石川遼プロがね、うん、フレームを持ってるなんか写真がありましたけど、ああ見た見た。3機種あって、はい、エピックスピード、はい、エピックマックス、はい、エピックマックス LS でございます。ってことはこの LS っていうのがつまりサブゼロの後継みたいなやつですか。ロースピン、うん、でロースピードマックスはマーベリックマックスの後継みたいなイメージ、うん、まあ、そうそう。じゃあスピードっていうのが一応ノーマルというか、まあ一応スタンダードなヘッドって位置づけで、うん、まあ、そうだと思うんですが、いいでしょうか。まあ、まずは打ってみないと分かりませんよ、はい、ということで、まずはエピックスピード、おい、シャフトがディアマナ 50S って書いてます、まあ、キャロウェイさんの。そうですね、うん、はい、純正シャフトです。はい、OK。はい。実はこれ撮影しているのがまだ商品の発表前でございまして、はい、詳細はまだよく分かってないんですが、柱じゃなくてフレームにした、フレームだって言ってます、ね、はい。ジェイルブレイク AI スピードフレームテクノロジーっていう。でもね、顔が全然前作のキャロウェイと違って。顔の印象を教えてください。これなんて言ったらいいんですかね。とってもこの辺が丸いのが。すごいこうまずあのヒール側のここの立ち上がりのところはいかにもキャロウェイっていう感じなんですけど、上がすごい丸くて、多分あのクラウン部分の頂点も割とヒール側なので、この丸の頂点がこっちに寄って見えるんですよね、ヒール側に。だから なぜかわからないですけど、パッと持った感じものすごい丸く見えるっていう。なんか似てるクラブありますよね。似てる。最近のクラブにないちょっとすっきりした感じありますね。ものすごい古いの言っていいですか。はい、ね、こっちは違うんだけど、はい、この辺だけだったら R510TP。 わお、だいぶ古いね。でも丸っこい感じ。しかもメーカーも違う。丸っこい感じだけ使えばいいんですけど。僕これ似てるんじゃないかと思ったんですけど。あー、なるほどね。あー、どうですか。あんまりボテッとしてないですよね。こっちが結局こう角角が見えるんですよね。はいはい。で、あ、こっちってごめんなさい、これね。これが割とこうあのここにもここにもここにもこう角を僕は感じてるんですけど、うんうん、それがこれには全くなくて、チルッとなってトゥルントゥルンとこう丸いぞっていう。だからこれがスタンダードって言われてしまうと結構なんか小ぶりな感じがするなって、まず第一印象しますよね。見えるけど、ちっちゃい。でも460でしょ、きっと。ちょっと待ってね。460460なんだ、うん、でもちっちゃく見えるよね。ちっちゃく見えます。やぼったさは何にもないです。ノーマルマーベリックも気持ち小ぶりに見えたけど、はい、さらにすっきりした感があるかな。フラッシュフェイス S21 って書いてます。21年版去年は SS20 だったね、はい、で、あの例のビッグバーサー、青いビッグバーサーは SS21 だった。うーん、え、同じなんですか、じゃあ。いやー、それは全然変えてると思いますよ。この3モデルに別々のターゲットゴルファーによって沿った違うパターンのフラッシュフェイスがついてるから、3機種でフェイスの構造が違ったりするんですね。そうでございます。こっちもね、スピン少ないね。ちなみにお尻上がってます？クーリキある？まあ、多少後ろ、あ、やっぱちょっとクーリキ、ね、ちょっとハイバックっぽく、はい、それで振りやすいあるかもしれない。ちょっとじゃあ42ぐらいでお願いできますか、はい、42、3で。42はだいたい一般アマチュアでは結構振れる方ぐらいのスピードだと思います。ちょっと捕まる、ちょっと捕まる印象です。特にあのコブラを打った直後っていう。そうだよね。こっちの方も振り、なんていう、取り回しが優しい。でもエピックって言われて、まあ、最初の初代のエピックでしょ、その後のエピックフラッシュと比べるとフェース面のこう打音がマイルドというか、
かといってマーヴェリックの時の柔らかさじゃなくて、弾いてるこう爽快感みたいのはあるんだけど、あのパキャーンってうるさいのはないんですよ。マーヴェリック結構柔らかかったじゃないですか。マーヴェリック柔らかかったですね。あれとは何が違うんですか。あれよりはこっちの方が弾く感じがしますね。エピックっぽいね。エピックっぽい。スピン少なそうですよね、うん、ちょっとね44出ちゃった、すいません。でも1900で安定してる。ああ今年はこっちに行くのかな。ちょっと低スピンに触れた感じになるのかな。いい球。なんか自分のカメラ was not ready to record video。 寒いからいい数字だよ。どうするカメラはずノット。いやでも全然こうまず見た目の印象が違いますよね。こんだけすっきりしてて小ぶりな感じがすると。石プラ42で打ってる感じ。412で打ちたいなと思ってます。はい、うん、やっぱサイクロンヘッドシェイプでスピード出てるんじゃない。空力で41今の41でしょ、うん。でもこうやって見ても確かにちょっとちっちゃく見えるんですよね。じゃあマックスも打ちましょうか。はい。これは何でしょうね。マーベリックマックスの光景になるのか、エピックフラッシュスターの光景になるのか、分かりませんけど。はい、オッケーよ。なんかねこれがついてくると、あエピックっていうこうね、うん、溝といい溝のデザインでしょ、うん。でもこのね、まあ、まるで柱が4本かと思ったらフレームだったんでしょ。ジェイルブレイクテクノロジーって言われには柱が増えたら脱獄できないじゃんと思ってるんですけど。それだけ健康になってるわけですよ。シャフトはないんですよ。シャフトが、あ、同じディアマナなんですけど、うん、これは 40SR がついてます。ああ、40SR。はい、はい、OK。結局柱だと横方向のエネルギーロスがあるので、さらにエネルギーロスを軽減したのがフレームですということのようです。うん、いい捕まり。僕はそのスピードよりもこのマックスの方がいわゆるエピックフラッシュの後継感を感じるというか、こうでも音はさ、おとなしいよね。あでも打ってる本人は割とあのスピードよりはこうちょっと破裂してる音を感じてます。石プロやっぱり現代のヘッドのちょっと大きめのドーンとしたやつの方が今や振りやすいんじゃないですか、うん。実際これはあなんか見覚えがある最近のキャブの顔だなっていう、うん、最近のキャロウェイっていうか、はい、キレがありますもんね。ちょっとこう後ろに重ながらこう落っこってる感じがするんですけど、うん、ナイスボール。でも音は全然ね前作とは違いますね。ちょっと左を警戒して振りました。ちょっと今意識はしちゃったのかなと思ってますけど、はいはいはい、先ほど9度でこれが 10.5 なんで、今の気持ち左に行かないように振った球がですね、2400回転ですよ。やっぱりなんか今年のモデルは今、コブラもそうですけど、まあ、スピン少ない。まだ2メーカーしかやってないけど、なんかそんな気配がしますね。気配しますよね、うん。そういうトレンドなのかな。あの、スカートの丈みたいなもんなんで、ミニが流行ったり、長いのが流行ったり、やっぱりしながら、はい、ちょっとずつ進化しているっていうのが、ゴルフクラブの流れでございます。これスピン少ないよね。いや今打てて、あこれ少ないなと思ったんです。打ち出しはね高いんですよ。いわゆる高打ち出しロースピンって言われてるものが割と自然に出てるのかな。これいや座りもいいし、これハマる人多いかも。おお、石井プロ高評価。ちょっとまあちょっと捕まる系です。左目だぞ。いやまああの捕まえたくない人は多分違うモデルっていう振りでいいと思うんです。またはここでカチャカチャでフェードに変えたりとか。ほっとくとみんな捕まるので、爽快。うん、スマッシュも高いしスピンも減るし、バランスのいい弾道ですね。安定感も感じるし。ほいほい。あ、LS 来ました。ちょっと待って。エピックマックス LS。はい、来た。ロースピン。ほいほい。ちなみにこの LS はキャロウェイセレクティッドストア限定商品でございます。あら。LS がそうなんだ。
うん。大丈夫大丈夫。ほら、ハードヒッターハードヒッターの人は早いな。みんなサブゼロにやっぱ注目するじゃないですか。はい、だけど全体のね1割ぐらいなのよ。販売構成ってサブゼロで。まあそうですね。うん。あれ捕まるじゃないですか。捕まる。多分やっぱりエピックフラッシュの時もそうだったけど、そのヘッドの周りがある程度あって、他の海外ブランドよりはちょっと取り回し感があるのかな、うん、いいのかな。今ちょっとヒールちょっと芯を外した感じですね。けどね、多分スピン少ないんだよ。2100。おお、1個前がね1800。本当に。いや割とあの今スピードとマックスを打った後からすると、ちょっと芯がちっちゃいのかなって思って今打ってはいます。優しくは、はい、ない。でかマックスがあまりにも爽快感すぎて、ほうマックスを気に。でも実際まあ自分がじゃあシャフト何入れるかによりますけど、まあスピードとか選んじゃうのかもしれないですけど、事前は LS 一択なんだろうなって思い込んできてる側からすると、うんうんうん、意外とこいつハードだなって今思ってます。うーん、やっぱり振るとちょっと良さがちょっと出てきましたね、うん、ちょっと正直41、2でこの子を打ちこなすのはちょっと大変そうっていう感じですね。あ、でもスピンが増えないよね。え、いや、どう見ても今ともスピン少ないですもんね、うん、何これ。ちょっとちょっと振ってみますか。ちょっと振ってみますか。ちょっと振ってみますか。むしろこれロフト増やしたいですね。こんなに少ないんだったら。難しいんで減らしたいって言ったり増やしたいって言ったり。あ、お、でも飛んでるよ。あ、今ちょっとあれですね。アッパーに打ちましたね。ちょっとアッパーに打ちました。うん、だって浮力が足りないんだもん。あれ、エラー。これはあのトラックマンのエラーでスピンが倍になることがあるんですけど、それだと思います。で、3600ってことは多分ね、1800とか1900ぐらいだから、だいぶ少ないと思いますよ。もったいないな、あれ初速ほんの出てる、うん、あー捕まっちゃった。サイトしてちょっとスマッシュ、うん、99。うおー、いや、にしてにしてもスピンが少ない。これはすごいぞ。1717。そんな無理しなくていいですよ。なんかね、クラブが僕に無理を要求するんです。かかってこいみたいな。振ってこいと。ダメダメ、そんな。なんか、なんかもうちょっとしっかりシャフトしてほしい。とな、隣のコースの人に怒られちゃうよ、あんな球打ったら。危ないよ。なしなし。うわ、ちょっと逃がしても。いや、ちょっとこの子が打ちづらいです。マックス打つ？なんか他に打ってみたいやつありますか？マックス打つ？もう一回スピード打ちたいです。もう一回スピードですか？はい。スピードにしました。スピードにしました。スピードにしました。スピードが一番コンパクトに見えますね。見えます。それが一番なんかあのハードモデルかと思った。見た目だけ見たらね、うん、ある程度だからコンパクトっぽい。だ 3機種で全然打感がそれぞれ違うので、うん、音もちょっと違う。こっちスピードがちょっと乾いた感じしますけど、逆にマックスはちょっとこう破裂音的な、ちょっと キーンとは言わないけど、で逆にこう一番あの LS がこう食ったような低い打音なので、それはね、聞いてるとノーマルマーベリックっぽい打感が、うん、打音がしますね。でもマーベリックほど柔らかさは感じないですね。感じない、弾く感じある。あ、ミスヒットですね。あれです、今ヒール目ですか？全然ドヒールですね。ああ、はいはい、うん、全然増えない。そんな少ないの、どういうことなの。3機種ともちょっと少ない感じですね。これは痛い。
あ、でもスピード出てる、ね、うん、行ったでしょ、いい数字、なんかアマチュアはこのくらいの数字を目指したいでございますね。いやいや、もうこれが打てたら多分何も一日問題ないんだと思いますよ。はい、3つ打ちました、はい、どうでしょう。どうでしょうね、結構3モデルが特徴がはっきりしてバラバラなので、はい、3つ、うん、僕がまあもし自分で使うんだったらスピードか、まあ、LS かをメインに多分あのフィッティングというかシャフトをいろいろやったりしたいなっていうところなんですけど、正直事前の、イメージでは LS 一択だろうなって正直思ってたんですけど、いやいやスピードの方がいいなって思ったりもして、 LS ちょっと手強いぞ、ハードだぞっていう、ちょっとこの冬寒い時辛いぞっていう感じは若干するんですけど、実際でもこのエピックマックス、これはあのおもちゃの方はすごい打ちやすいんじゃないかなと思います、うん、このマックスときっとスピードとこの2機種であの選べるといいのかなっていう、うん、なるほど、なんかそれぞれで こういう人はこういう人がいいんじゃないかっていう、まあ、もし、今現状マーベリックマックス使ってます、あとはエピックフラッシュスター使いになられてますって方は、このエピックマックスを多分順当に選ぶとそのまんま気持ちよくはまるんじゃないのかなと思います。優しくて寛容性があって、はい、でマーベリックマックスだったりエピック、フラッシュスターがちょっと最近捕まっちゃうんだよねっていう方は、エピックマックスじゃなくてエピックスピードの方をちょっと検討してもいいのかなと思います。で、今までまあエピック、エピックフラッシュ、まあ、マーベリック、まあ、そうそうローグのサブゼロを使いになってたって方は、皆さん LS 一択で行くかもしれないんですけれど、うんうん、そう実はそうじゃなくてノーマルのスピードの方も本当は試してほしいなって思います。あのちょっとタイプが違います、うん、見た感じ上から構えた感じも違うので、うん、一番コンパクトですよ ね、 一番ね、実はこうスピードが一番コンパクト、ね、ヘッド体積は変わらなくても、はい、まあ、球捕まえたい方、球上に上げたい方で飛ばしたいっていう方はエピックマックスいいんだと思います。ちなみにジェイルブレイク AI スピードフレームテクノロジー の感じはどうですか。正直言って3つそれぞれが打感がまるで違うので、はい、もう完全にそれはフェース面の影響なんだろうなっていう、うん、あのそれこそモデル別にフェース面の設計変えてますよっていうふうにさっきお話になりましたけど、うん、全然違うあの肉厚を採用してます。なので、正直そのフェース面のほら打ってる本人は当たったその面の感覚の方がやっぱ強いので、その中の構造がヘッドがこれでたわんでませんとか言われてもちょっとそこまでは分かんないんですけど、ただ、まあ3機種どれも全部打ってみたらスピン量はみんな少なかったですし、大きな特徴ですね、シリーズ3機種ともスピンが結構少ないっていうのは大きい特徴ですね、はい、で割と3つともちょっと捕まる傾向はあったかなっていうところなので、あのその辺は今度あの、ね、エピックなのでこのペリメーターがあるんで、ここでちょっとフェードにしたりドローにしたりに変えてもいいと思いますし、あのネックのカチャカチャが3機種ともついてるので、これはあの逆に言うと今までエピックフラッシュ、エピックローグ、マーベリックをお使いだった方が、シャフトをねそのままこっちに流用できると思うんで、まあ、その辺も加味して選んでいただければなっていうふうに思います。なるほど、はい、あでもね、正直結構僕これ期待をしていて、あのどれか1本は買いたいなと思ってるんですけど、ちょっとその最初の事前の予想よりはスピンが少ないのがちょっと特徴が強いので、あのがぜんやる気になったというか、ね、あのちょっともう一回どっかで試打させてもらえませんかシャフトいろいろ入れ替えてやりたいんですけどっていうのが本音です、はい、なるほど、ありがとうございました、はい。